先頭田中、福岡の GAC 敗れてなお評価を上げました。さあ武藤、丸藤の化学反応、天才同士が交われば必ず何か化学反応が起きるはず。まずは残忍なる弾丸戦士田中雅人、190番の丸藤直道、天空のファンタジスタ丸藤直道です。245番の武藤圭司、次なる夢は GAC タッグ武藤圭司。さあ M ザアライアンス3人が揃いました。天才たちを超えて景色を変えていくつもりです。もう迷いはない、このベルトを俺たちの時代を必ず守り抜く。さあまずはフリーの稲葉大輝、よみがえった獄門記不屈の日本男児、まずは北宮です。箱舟の救世主、景色を塗り替えるか清宮海斗。まあ、でも武藤丸藤組というのは小太郎選手、非常にこの、はい、まあ、やりがいもありますが、かなり厳しい相手ですよね。いや、そうですね、やっぱプロスにおいてキャリアって ものすごい力ですからね、はい、それをどう若さでひっくり返していくかがポイントですよね。まあ、井上さん、はい、まあ、武藤自ら挑戦表明、余裕の挑戦表明でしたよね。そうですね、やはりこの丸藤選手とならベルトを取れるというのは手応えはあるんじゃないですかね。やはり、まあ、天才タッグですからね。そんな丸藤武藤組の反則に近いタッグですからね、まあ、しかもその腰が軽いまま年を越すのは気分が悪いと言ってましたので、はい、まあ、これ確実に武道館狙ってますよね。そういうことですよね。そのあたりのこのプロレスラーとしての感性も素晴らしいですよね。さあ先発は清宮と武藤であります。この2人は過去3度シングルで対戦しておりまして、武藤が2勝1引き分けです。 N1 ビクトリーの公式戦で3度目のシングルで清宮は武藤をと引き分けに持ち込みました。まあ、清宮選手も4度目の正直というふうに言っていました。この皆さん、この武藤越えを諦めていませんからね、はい、そうですね、まあ、清宮海斗がもう一つプロレスラーとしてステップアップする上で、この対武藤というのは外せないね、要素になりましたよ ね。まあ、小太郎選手、はい、この清宮選手はこのノアのこのいわゆる技術的にも伝統的な部分を受け継いでいますけれども、はい、ね、今の彼の状態ってどうでしょう。いや、非常にあれじゃないですか、一時期ちょっと迷ってましたけどね、ちょっと吹っ切れてきたんじゃないかなって思いますね。そうですね、まあ、結果が出なくても井上さん、やはり一つ一つこの自分のすべきことを手を持ってやってきた、そこがやっぱり良かったんでしょうね。そうですね、やはりこういう武藤選手とのグラウンドで今腕の、ね、体重移動だけで上を取りましたからね、やっぱこういう部分ですよね、はい、しっかり基礎があるんで、きっかけさえあればしっかり上に行ける要素がありますね。おっとタックルで、ね、武藤が倒しました。そして武藤はロープへとドロップキック、ドロップキックを見せました。武藤選手と戦ってきた。ドラゴンスクリーン、おー、しかしこれを読み切っています。ドラゴンスクリーン封じはもう完璧です。しかしアキレスを取っていった武藤、対武藤に関して清宮選手がかなり見せましたけども、対清宮を武藤選手が意識してますね。小太郎選手、はい、あの清宮選手のドラゴンスクリュー封じというのはどういうふうに見てますか。なんか結構前からこうやってますよね、それに対して武藤さんも対策練ってきてるのが俺すごい、そこまでさせたのがすごいなって思うんですけど。ああ、なるほど、すごいですよ。この武藤選手やはり天才ですからね、自分以外興味ないのに、はい、こういうところでね切り返すってことは、まあ、やはり悔しいと思ってたんでしょうね。まあ、清宮が編み出したこのドラゴンスクリュー封じ、それにさらに次の攻撃を加えてアキレス腱固め、武藤も意地を見せました。さあ代わってはマサ北宮と丸藤直道組み合っています。丸藤は 10.10 大阪大会で GH ヘビー級王座から陥落、次は武藤と GH タグを取りに行きます。ただ井上さん、はい、まあ、丸藤ベルト落としましたが、あの中島戦素晴らしい試合でしたね。いや、もう完全にコンディション取り戻してますよね、しかもその本人の自信、動ける自分というのをね、はい、柔軟に使いこなしてるんですよね、もう今までは使いこなせない自分をどうにかしようという感じのプロレスだったんですけども、今はここまで動くんだっていうのを、ね、そうですね、確かめながら試合をする、まだまだ伸びしろがあると思いますね。
小太郎選手、はい、この長年丸藤選手を見ていますけれども、はい、今のコンディションいかがでしょう。いやめちゃくちゃいいんじゃないですか、だいぶ絞りましたよね。そうですね、はい、稲葉と丸井さんの好評の体重が逆じゃないかなと思うんですけど、ね、確かにそれぐらい絞ってますかね、うん、丸井さん82で稲葉90だと思うんですけど、ね、なるほど、稲葉選手の方がウェイトアップしましたから ね、 ね全然多分あると思います、さあ丸藤が足を固めていきます。対するはマサ北宮です。 N1 ビクトリーは不本意な成績に終わりました。ここからタッグ戦線で挽回していきたいところです。まあ音敵の中島勝彦は一気に GHC ヘビーまで行きました。マイネさん本人はさほどねこう意識していませんでしたけれども、ただ目指すべき相手ではありますよね。そうですね、あの中島勝彦にあの髪切り金網デスマッチで勝ってるんですよね。そうですね、なので何かしらのアピールがあればね、北宮選手も一気に挑戦っていうのはあると思うんですけども、はい、なかなかねあのシングル戦線に目を向けさせてくれないというかね、このタイミングで武藤丸藤が来ましたから ね、 そうですね、ここクリアすればもしかしたら中島戦というのは見えてくるかもしれないですね。おっと自爆させました。鉄柱に肩を、おっとしかしそれでも振り抜いて前に出ます。正北宮、まさにこのタフの塊であります。正北宮突っ込んでくる。おマルチがハイキック、トランスキック、そして張り手スピンキック。おしかし北宮が震えています。北宮が震えている。やはりこの体力では正木タミヤか。メインイベント5分が経過しました。ただ丸藤選手あのコンボは後半に出すんですよね、試合の、はいはい、それをあえてこの前半に出してきたっていうのもね、やはり天才ならではのなんかセンスですよね。なるほど、ただそれをね耐え切った北宮選手も素晴らしいんですけど、ね、そうですね。さあ稲葉が入りました。稲葉大輝本体の一人として戦っています。確かに稲葉選手の方がでかいですね。大きいですね。全然でかいですよ、ね、さあ稲葉と丸藤、この稲葉は丸藤をもうずっと狙っています。このノアに来た時からずっと狙っている相手。82キロって俺より軽いですからね。あ、そうですよね、あの7月に復帰してからさらにウエイトアップしてますよね、はい、そうですね、絶対90じゃありますね、まあ、だいぶ小太郎選手この稲葉選手は力強さこう増したんじゃないですかね。そうですね、まあ、あとは何ですかね、リング慣れあんましてないのかなっていう感じしますね。はい、ちょっとなんていうんですかね、なんだろう、なんかこう、僕からしたらなんか人の良さはリング上に出ちゃってないって感じなんですよね。人がいいのはいいんですけど、リング上にそれは必要ないんですよ。そうですね、確かにあのやはりレッスル1という団体活動停止になってノアにこう小ざまとしてきてるんですよね。そうですね、そこの部分の遠慮っていうのはあるかもしれないですよね。リング上で遠慮しちゃいけないですよ ね、 さあ田中相手に稲葉何を見せるか。ドーベ飛ぶ、おっとスピードもあります。タック、さあここは打ち返しました稲葉大輝。ここはメインイベントアピールしたいこのメンバーであります。さあ対する田中将人 10.30 福岡で中島の持つ GHC ヘビー餃子に挑戦、一歩及びませんでしたが改めてその株を上げております。まあ、小太郎選手は N1 でこの田中将人に勝ちました、脱落させましたけれども、こうやってみていかがでしたか。いや、 やっぱ重いですよね。あとあの動きもいいですよね、まあ、後ろから一発あのスライディングウィッディー食らいましたけども、はい、で本当に鼻血出るかと思いました、ね、体重はそんなに変わんないですよね。多分若干田中さんの方が多いのかなっていうぐらいですよね。まあ、やはりそのスピードをこの攻撃に乗せるのがやはりうまいですよね。あ、うまいですね、特にスライディング D の時なんかものすごい乗せてきますよね。はあ、なるほど。さあしかしこの田中将人に水小太郎選手を勝ったわけでありますが、いやなんか最後ひっくり返しただけなんで、まあ、そのなんか胸を張って言えるもんじゃないですか。まあでもあれを一つ大きな爪痕を残しました。いやしかしとにかく田中は
井上さん、もう誰とやってもいい試合になりますね。いやもうみんながね、田中将人とやりたいという思う気持ちが分かりますよね。はいはい、あの負けても気持ちがいい負けなんですよね。田中選手っていうのは本当に気持ちがいいプロレスをしてくれるというか、だから本当に上の世代から下の世代、そしていろんな団体ですよね。そうですね、もう誰もが対戦したいと思うのは当然ですよね。武藤が入ります。フラッシュエロー。おっと、かつての同門であります稲葉に目がけてフラッシングエルボーから、おっとこのレッグブリーカー、これも若手時代に多用していた技、おこれを出すということは井上さん、だいぶ状態はいいんじゃないでしょうかね。そうですね、これも武藤選手もね、過去の引き出しっていうのは小出しにしてきますからね、さらりと今日見せましたね。まあ、往年の闘魂三銃士、あるいは武藤ファンにとっては懐かしいムーブが今一瞬あったわけであります。GHC ヘビー餃子挑戦前とかスペースローリングエルボーにもチャレンジしてましたからね。まあ、クリーンヒットはしなかったんですけど、その気持ちですよね、はい、武藤選手がその技を出すっていう気持ちがやっぱ伝わりますよね。さあ SDF に固めています。小太郎選手、はい、この武藤圭司は今年はもういろいろなことにチャレンジしてますよね。本当そうですね、本当になんか人工関節入ってるんですかってぐらい、ちゃんと動いてますよね。そうですね、武藤圭司58歳、おこれはクロスフェイス、あるいは長田ロック2でしょうか。これも過去使っていた技。あ、稲葉がロープを目指しています。場内大きな手拍子。武藤が上にのしかかっている。これも厳しい。これは重いですね、動くだけでも大変ですよね。これだけの体重が背中に乗っかっていると息できないですよね。あ、息できない、はい、だから相当苦しいと思いますよ。いやもう稲葉口が開いています。しかしロープを使いました。根性でエスケープ。やっと届いたという感じでしたもんね、今。清宮、北宮が手を伸ばしている。北宮にスイッチ。まさに北宮が入ります。コーナーでゴーを煮やしていました。まさに北宮が躍動していく。担ぎ上げてバックフィリップを狙う田中、バックに回ります。バックの奪い合い。田中エルボー、さらにおっとタックル一発で吹っ飛ばしました。エネルギーが有り余ってる感じですね。そうですね。そして担ぎ上げてバックフィリップ。田中ひめを上げている。そこにすかさず先頭を投下。おっとマルフジをボディスラム先頭。おっと武藤です。武藤が入りました。一瞬ひるんだ天崎タミヤ。一流の駆け引きですね、これは。さあ、北宮は再び田中正人を捉えています。これ完全に北宮選手の空気にさせないんですよね、はい、武藤選手最後に自分が出て自分の空気で持ってきましたよね、はい、おディリティ。田中将人 DDT で切り返した。あ、田中を逃がしてしまいました。武藤が入ります。武藤が膝めがけてドロップキックです。そしてドロップスクリュー。あーっと稲葉にもドロップスクリュー。そして北宮にもちょっと危ない回り方しましたね。そうですね、北宮がちょっとドロップスクリュー、危険な角度にねじ回りました。ちょっと受け身ちゃんと取れてないですね。あ、はい、さあその状態で4の字を食らっています。自分の体が回りきるよりも先に武藤選手が回りきってましたからね、はい、ちょっとこうタオルを絞るような感じになってしまって、はい、北宮膝を痛めたでしょうか。足がふらついています。そこへ膝蹴り。いや、小太郎選手、はい、やはりこのドラゴンスクリューは受け損ねると非常に危ない技ですね。危ないですね、今もタイミング合ってないですよね。ああそうですか、はい、ああ武藤が狙っています。武藤がシャーニングザドブロックしました。これはガードした。おっと斉藤スープレックス。斉藤スープレックス。さあ15分が過ぎましたね。イベントGHC 卓球選手権3日後横浜武道館で行われます前哨戦、横浜武道館のメインで行われます。ただ北宮選手、はい、斉藤スープレックスからすぐカバーいけなかったんで、ダメージはかなりあると思いますね、まあ、ここで足を痛めるとタイトルマッチにも響くことになりますが、
さあ清宮海斗挽回できるか、ブーメランフォアーム。清宮が躍動しています。武藤との再戦を熱望していました。清宮海斗、そこへ武藤からの挑戦表明、願ったり叶ったりという一戦。ミサルキック。さあ再び清宮対武藤です。皆さん、はい、この N1 で引き分けに持ち込んだことで次はいけるというね、そういう気持ちに清宮海斗なっているかもしれませんね。そうですね、やはり対武藤に関しては自信を一つ深めたと思うんですよね。だからここはもう次は引き分けの次はもう勝つしかないと ね思ってるでしょうから、この前哨戦でも狙ってるでしょうね。ましてやチャンピオン、おっとジャンピングに武藤かわした。あ、ドロップキック、低空じゃなかったですね。そうですね、武藤がドロップキック一戦、丸藤につなげました。丸藤が耳を掴んでいます。コーナーに詰めていく、逆水平、さらに走り込んでジャンピングバックエルボー。しかし清宮は倒れません。エルボースマッシュ、逆水平、エルボースマッシュと逆水平の応酬です。2人とも逃げません。真正面から受け止める、丸藤の胸板筋骨隆々。さあそこにエルボーを打ち込んでいく、打撃の回転が速くなってきた。おっと首をねじって、あこれは小太郎選手なんか顔面に逆水平さ、ジャンプに顔面に逆水平、初めて見ましたね。これ普段ですとこう顎をクイッてやって胸板にやるんですけども、まあ、先週のシングルで丸藤選手負けてますからね。そうなんですよね、やっぱその悔しさっていうのがあったかもしれないですね。11.3 横浜ラジアントでは丸藤対清宮がシングルで行われまして、清宮が丸め込んで丸藤を破っています。しかし敗れても余裕だよと丸藤は話していました。さあここは正規軍が畳みかける、ドリラホールパイルドライバー、強烈な脳天食い打ち、さらにこう描いていったジャーマンスープレックス、田中がカットします。ここは試合の流れが速くなってきた。清宮が仕留めに行きます。ストレッチプラム式フェイスロックの体勢、さあがっちりと捉えています。しかし武藤がたまらずカット、北宮も入ります。場外では田中と稲葉が揉み合っています。いやこれチャンスじゃないですか。そうですね、おっとラスキック、清宮チャンスだったんですが、あーっとフックキック、そしてこう狙っている、おっとラスキック、顔面に行きましたね。顔面ですね、凄まじい跳躍力ですね。これ対拳王とか怒りがマックスになると清宮選手見せますよね。あ、顔面ドロップキック来ました。あの位置のドロップキックというのは小田野選手、はい、なかなかこの想定できませんよね。そうですね、普段胸に打つところ顔に行く分もっと高く飛ばないといけないですから ね。さあリング内では1対1になっています。清宮がタイガースプレックを狙いますが、おっと膝にうまく足、おっとシャイニングだぞ、武藤戻ってきた。そして田中が来るぞ、スライディングDスライディングDそしてカナー、いやー小太郎選手興味危ないですね。いや一気に逆転されちゃいましたね。丸藤選手も普段見せない低空ドロップキックやりましたからね。あれで清宮選手ちょっと頭パニックになってるかもしれないですね、はい、いやーこの武藤田中丸藤の三重走はこれは返しようがない。おっと知らない切り返した。しかし丸藤がこうっとかわした、バックに回ってジャーマン、お丸藤も着地する、トランスピック、丸藤すぐに体勢を立て直した。さらに知らぬい、おっと後ろに回りました。そしておこれなんだ、おおスイスープレックス、丸藤久々に出た、やり返しましたね、この前の負け方。なるほど、さ
最後は皆さん温水スープレックスでしたよね。そうですね、知らぬのフェイントを使っての温水スープレックスでしたね。あ、これは丸藤が技ありの勝利。この前の負けを丸々やり返したような感じでしたね。そうですね、まさにこの前も丸め込み合戦みたいな感じでしたからね。簡単に上行けるんだぞと。そういうことですよね、丸藤選手メッセージですね、清宮選手への。丸藤、あ、清宮悔しい。前哨戦、最後の前哨戦で直接スリーカウントを聞いてしまいました。さあ武藤が控えめにアピールします。いや、こういうその小技もあるわけですよね、結局この2人には。そうですね、スリーカウント取るならこういうこともできるんだよっていうのもありますし、しかもその丸藤選手の低空ドロップキックですよね。武藤さん、俺もここを攻められますよっていうね、一つ謎かけでもありますよね。さあ 11.13 横浜武道館、この4人のタイトルマッチがメインイベントで行われます。さあそこで弾みをつけていったのは武藤丸藤の天才タッグでありました。なんか北宮選手の先頭を武藤選手がすかした時になんかこう試合の磁場が変わりましたよね、一気に。なんか空気的にこの武藤丸藤の空気になりましたよね。おい、いいね、いいね、それいいね、それいいね、おい。皆さん、本日はご来場誠にありがとうございました。タッグのチャンピオン、清宮と北宮、若くて勢いがあって素晴らしいチャンピオンだと思います。だけどね、俺はシングルを巻いてシングル失って思ったことがあるんだ。タッグの歴史がおろそかになってないか。偉大な先輩たちが巻いたあのシングルのベルト、シングルばかりフューチャーされてるけど、タッグのベルトだって本当に素晴らしい人たちが巻いてきたんだよ。歴史を知らない彼らにそれを押し付ける必要はない。今を一生懸命頑張って、そして未来を作り出せばいい。だけど俺はこのノアにずっといて歴史も見てきた。だから俺はまだあのタッグのベルトでこのノアに恩返しをしたい。武藤さんと考えや思いは違うかもしれないけど、ベルトを取りたいっていう気持ちは一緒なんで。11月13日横浜で武藤さんと俺であのベルトを取って歴史を作りたいと思います。今日はありがとう。何をしますか。俺と丸藤が組めば、まあまあ天才天才で、普通タッグのこういうねタイトルマッチとか1たす1が4とか8にしなきゃ勝てないけど、俺たち多分1たす1が2でも勝てるな。そうですね、余裕だよ。さらに今日はシックス面で田中選手もいたんで、ありがとうございました。いいですね、いけます。まあ武藤さんにね、何も言わずにちょっとリング上でも喋らせてもらったけど、俺はああいう気持ちでいるし、武藤さんは武藤さんでおそらくあのベルトを取ることによって何かが始まると思うんで、俺は非常にいいきっかけになるような気がするんですよね。俺はそんなにね、まだノアの歴史っていうのはまだ1年しか知らないからさ、あれだけどそんなでかい口は言えないけど、叩けないけど、だけどプロレスの原点はさ、シャープ兄弟から始まってタッグの試合なんだよ、タッグが、ね、他のスポーツにもないこのね醍醐味を見せることができるね、あのゲームであって、あいつらそういう部分でさ、そういうなんで意識がちょっと薄いよな。そうですね、今のチャンピオンは、確かに勢いは、若さと勢いはありますけど、やっぱここは一つ武藤さんと俺でベルトを取った方が面白くなるんじゃないかなって、俺は勝手に思ってますよ。この間僕 M ズにベルト持ってくるのをちょっと失敗したんで、ここにあのタッグのベルトを持ってきてもらいたいなと思ってます。そうですね、田中さんはまずもっともっと日焼けしていただいて、その時に、その時にまた備えてという。あ、分かりました。ぜひ。でも備えてます。少しね、何があるか分かんないからさ、もし俺らがさ、破れることがあったら、
ね、田中今度次は俺と組んでまた挑戦に行ってますから結果僕がダメだったっていう話です。まあいろんな可能性があると思うんで、はい、交互期待です、はい、横浜楽しみにしておいてください、はい、以上です。よし、俺と丸藤が 1+1 でも勝てるってすごい名言ですよね。また計算方式が独特でしたね。そうですね、はい、はい、さあということで横浜武道館大会が楽しみになってまいりました。さて今後のノアの生中継のお知らせです。11月13日横浜武道館大会レッスルユニバースで生中継いたします。英語でも生中継です。 GHC タッグ選手権、 GHC ナショナル選手権、 GHC ジュニアヘビー級選手権の3大タイトルマッチが行われます。さらに11月28日には東京代々木競技場第2体育館大会、こちらはアベマでの生中継となります。そしてレッスルユニバースでは英語実況をいたします。さらにさらに12月5日です名古屋大会、こちらもビッグマッチになりますがアベマでの生中継、レッスルユニバースでは英語実況をいたします。皆さん会場で、配信でぜひご覧ください。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア。11月13日横浜に最強最高のノア上陸。今一番かっこいいプロレスをその目に焼き付けろ。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア。月額900円、レッスルユニバースで戦いの全てが見放題。最先端をひた走る迫力の映像と人間参加と呼ぶべき未曾有のドラマ、そして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき。今一番かっこいいプロレスを見逃すな。レッスルユニバース、年内月額費無料。